ディムヤートは、エジプト北部のナイル川デルタにあり、地中海に望む港町で、ディムヤート県の県と、ダミエッタとも、カイロの北方を200キロメートルに位置する。人口100万未以上。ナイル川へと続く運河が流れており、エジプトの重要な港町の一つとして数えられている。大規模な液化天然ガスの工場も要する。古代マケドニアのアレクサンドロス大王に征服される。以前、 タミアットと呼ばれていたディムヤートは古代エジプトの主要都市であった。ところがエジプト征服後にアレクサンドリアが置かれるとディムヤートはその重要性を失っていった。ディムヤートが再び歴史の表舞台に現れるのは12世紀から13世紀、十字軍がイスラーム世界に侵略を始めた頃である。1169年。 ビザンツ帝国の援助を受けたエルサレム王国の艦隊がディムヤートを襲ったのである。だが、この襲撃はサラーフッティーンにより撃退された。第5回十字軍に向けて、キリスト教徒はディムヤートダッシュを戦略の中心に据えた。ディムヤートを奪うことでナイルガー流域を支配し、ひいてはエジプトを征服できると考えたからである。1218年5月、十字軍は、 ディムヤートを包囲した。1219年11月、十字軍はディムヤートのダッシュに成功する。しかし1221年8月、ディムヤートに少数の兵を残してカイロへ遠征に向かった十字軍がマンスール近郊でアイユー部長のスルタンであるアルカーミルに水攻めにあって包囲されると、十字軍はディムヤート返還を条件に降伏する。 十字軍は再びディムヤートから追い出された。フランス王ルイ9世が主導した第7回十字軍においてもディムヤートはキリスト教徒の攻略対象となった。1249年6月、ルイ9世の率いる艦隊が到着すると間もなくディムヤートは陥落した。同年11月にはカイロへ遠征に向かうが、1250年2月にマンスーラの戦いで、 バイバルスの軍隊に敗れる。類級生たちは撤退するところへ追撃を受け、類級生以下キリスト教徒勢は全員捕虜になった。ディムヤートを含む占領地の放棄と身の代金の支払いという要求をのみ、十字軍は3度ディムヤートから追い出された。このようにディムヤートは戦略の要衝だったのでマムルーク町のスルタンとなったバイバルスは、 防御の脆弱だったディムヤートを一旦破壊した。その上で、ナイル側から数キロしか離れていない位置に、防御機能を存分に持つ街を再建した。ありがとうございます。